今日は仲間へ行くのでしたけど、皆さん方は子供の天使の歌声、そして、少しシニアの美しい歌声、そして男性コーラス、弦楽器のソリストによるアンサンブル、こんな贅沢な平和な一日をどうされました。ところが今世界ではウクライナではこういった会場にまでミサイルを落ちています。とんでもないことです。一刻も早くこの平和ということをもう一回私たちはボケてしまってますから、平和を願ってるから。平和の尊さは私たち自身一人一人が守らないといけないことだと思います。一人一人の心がけによって先輩たちが築いてくださったこの平和な日本を私たちは次の世代につなげていきたい、そしてくよくよしないで、今日の感動をですねウクライナに届けましょうよ皆さんでね。そして必要なのはエネルギーが元気でね、そして楽しまなきゃいけない、みんなで力を合わせて復興していくというその気持ちを今からアンコールの曲に託します。